俺生まれて初めて職業が詩人って人見たな。自称か。失礼だな。有栖川誉の名前で本も出版してるから調べてくれても構わないよ。すんげえ。詩ってどんなの書いてるんすか。では入団の記念にいくつか披露しよう。溢れるパッション、ほとばしるエモーション、ジュネーブのビオトープにジョボブ。ああ、壮大なるブルーマウンテン、私の心は揺れて揺られて転がり落ちる。マンドリン。おい、どういう意味だ。知るか。お前何でもできんだろうが、解説しろ。無茶言うな。とまあこんな感じかな。おい、本当にこいつを入れるのか。これからよろしく頼むよ。来いな。僕のっす。